季節性インフルエンザの一定点医療機関あたりの患者報告数が全国平均で28.30人となり今シーズン最多となったことが分かりました新型コロナの感染報告数も12週ぶりに増加しています厚生労働省によりますと26日までの1週間に報告された一定点医療機関あたりのインフルエンザの患者報告数は全国で 二十八点三ゼロ人となり、前の週の二十一点六六人からおよそ一点三倍増加しました。すべての都道府県で注意報基準レベルである十人を超えていて、北海道と二十二の県では警報基準レベルの三十人を超えています。患者報告数が最も多かったのは北海道の五十一点九人で、ついで長野県が。 51.83人でした。全国におよそ5000ある定点医療機関から新たに報告された患者数は13万9914人でした。幼稚園や学校などでは前の週の1.5倍となる6174施設が休校や学年閉鎖、学級閉鎖となりました。 新型コロナののの1定点医療機関あたたりり患者報告数は全国で人でで2.44 12人し週ぶりの増加です厚生労働省はインフルエンザ、新型コロナともにこれまで冬場に感染の拡大が見られたため注意が必要だとして引き続きマスクの着用や手洗い、部屋の換気など基本的な感染防止策を呼びかけています。